どうも、水槽立ち上げ大好きカプラです。おはようございます。今現在水槽11台管理している私ですが、今回また水草レイアウトを1個追加していきたいと思います。ただ11個も水槽を管理していると水槽の手入れが回らないんですよ。そりゃそうですよね。仕事しながら毎週の水替えや1ヶ月ごとのトリミングなんてできやしないです。まして11個も管理無理です。そこで私は水替えをしないで足し水だけで管理して、トリミングも 2,3 ヶ月に1回程度しかやらない超ゆっくり育てられる、まさに放置管理ができる水槽を作ってます。なのでこれだけ水槽があってもほとんど手間がかかってないです。水が蒸発するので3日に1回くらい5分程度水を足すだけです。苔もほとんど生えないのでめったに掃除もしません。観葉植物に水をあげて育てるくらいの気持ちで本当に気軽に、そしてインテリアの一部として水草水槽を楽しんでおります。今回その中でまた1個レイアウトを増やしていきます。今回は可能な限りトリミングをしないで済みそうな、そして見ていても楽しめる水草水槽を目指して作っていこうと思います。2、3回に分けてこの水槽を仕上げていくので、よかったらこの動画参考にしていただいて一緒にレイアウトを作っていきましょう。水替えもしないので地域による水道水の違い、差による影響は通常の水槽よりは減らせるはずなので、同じように作っていただければ同じような結果は出やすいかなと思います。ぜひ参考にしてください。改めまして、いつもご視聴ありがとうございます。カプラです。このチャンネルでは忙しい人でも楽して綺麗な水槽を長期維持することをテーマに動画を作ってます。ぜひチャンネル登録していただいて、少しでもお忙しい皆さんの参考になればいいなと思います。皆さんにとって過去に憧れた水草レイアウトってありますか？ ADA のネイチャーアクアリウムだったり、森林レイアウトだったり、ダッチスタイルだったり、ブラジリアンスタイルだったり、いろいろなレイアウトの憧れがあると思います。やってみたいレイアウトがあったらコメントで教えてください。私も憧れのレイアウトがあります。それは草原レイアウトです。ですが草原レイアウトといえばちょっと世話が大変なイメージがありました。トリミングをするたびに水草が水面を漂い、掃除するのが大変だったり、ちょっと放っておいたら水草が爆食して下の方の葉っぱが枯れちゃって根腐れしちゃったり、ちょっと世話が大変なイメージがありました。私は仕事が忙しくてあまり水槽のメンテナンスに時間を取れない日々も多いです。そんな中で大好きな水草水槽をインテリアの一部として観葉植物のように管理してます。ここにある水槽すべて放置管理してます。めちゃめちゃ楽をしてます。立ち上げから水替えしたことは指で数える程度です。過去に水草レイアウトを作ろうと夢を見ていた頃がありました。その挑戦は儚くも水上育成の段階で朽ち果て挫折を味わいました。グロッソスティグマです。グロッソスティグマは水中での草原レイアウトを叶えることなく土の上で見事に枯れていきました。いつかはショートヘアグラスの草原レイアウトに挑戦したこともありました。この時は生え揃ってきたなぁと思ったら、私の忍耐力が足りなくて自らの手で過剰なトリミングをしてそのまま水系を壊してしまいました。このトリミングをきっかけにショートヘアグラスは抜け続けて、そして大地には何も残りませんでした。草原レイアウトは私にとって最もフェティッシュなレイアウトであり、最もプリミティブで、そして最もフィジカルなレイアウトなわけです。アクアリウムを始めて24年、その夢をつかむため今回草原レイアウトに再度チャレンジします。今回はこのわずか4000円で手に入れた美しい土地に、最もフィジカルで、最もプリミティブで、そして最もフェティッシュなレイアウトで行かせていただきます。地面しネタ通じないか。それでは早速セットアップをしていきます。さあ、
今回用意したのはこちらの水槽です。とても美しい水槽です。ことぶきクリスタルキューブ450です。この水槽わずか4500円で買えてしまう水槽なんですが、めちゃくちゃ魅力が詰まってます。多くの人は ADA の水槽にするか、少し安めの水槽にするか迷うと思うんですが、一つ言わせてください。忖度なしで ADA 以上に気に入ってます。詳しくはこちらの動画で紹介してますので参考にしてください。このことぶきクリスタルキューブ450の魅力を簡単にまとめると、いや簡単にまとまらないんですが、この魅力を伝えるだけで一本の動画できてしまうくらいなんですが、無理やり簡単にまとめます。ADA 並みにシリコン処理が美しくて、水槽サイズが ADA より3センチ奥行きが広いんです。奥行き30センチなんですよね。ADA は奥行き27センチですよね。この水槽は3センチ広いのです。たったの3センチと思われる方多いと思います。でも、よく考えてみてください。30センチ水槽の3センチって数字以上に大きな差があるんです。3センチあれば水草を横並びに1種類植えることだってできます。水槽のパイプの設置、これも3センチくらい幅が必要ですよね。こんな風に3センチあるとできることがかなり広がるんですよね。無理のない機材配置、無理のないレイアウト、これが非常に長期管理には重要です。ということで、このことぶきクリスタルキューブを使ってセットアップをしていきます。水草水槽の立ち上げは大きく分けて8個に分けられます。水槽を選ぶ、土を選ぶ、レイアウトをする、水を入れる、ポンプで水を循環させる、ライトを照らす、 CO2 ガスを入れる、苔取り生態を入れる、その他です。水槽はもう決まってますから、この中に土を入れてレイアウトするところまでを今回進めていきます。もちろんただレイアウトするだけではなく、長期で放置管理をしても綺麗に維持できるようなセットアップにしていきます。放置して管理するのが基本なので、この立ち上げで何をどう使って水槽の基盤をベースを設定するかがものすごく重要になります。そこを今回やっていきます。今回は草原レイアウトの放置管理を目指してやっていくということで、一番大事なソイルを敷いていきます。選んだソイルは2つです。まずはサプリソイルパウダーです。このソイルは弱酸性の水を維持できるソイルです。このソイルの大きな特徴はフルボ酸が入っていることです。フルボ酸は腐葉土とかに含まれる成分でして、植物の栄養の吸収を助けてくれる効果があります。栄養を植物が吸収しやすいように分解してくれる作用もあります。また抗菌力もあって、ミネラル分が多く含まれるので、レッドビーシュリンプなどの細胞の活性化に効果があるそうです。草も育つし、エビも育つよと歌ってるソイルです。このソイルで立ち上げると水槽の立ち上がりがとても楽です。水草って最初に植えたばかしですと栄養を吸収しづらくなってます。根が伸びてしっかりと地面から栄養を吸収できるようになるには少し時間がかかります。そこでこの植物育成のブースト剤であるフルボ酸を使って、初期の育ちづらい時期を一気に成長を促していく作戦です。それで根っこが伸びてきて、水草もいよいよこれから増えていきますという頃に登場するのがこちらのソイルです。ネイチャーソイルです。アマゾニアみたいな栄養系のソイルです。ネイチャーソイルはこちらの水槽で3年以上使い続けてますが、目立ったソイル崩れもなく維持し続けています。水草もきれいに生えてくれるので気に入って使ってます。このネイチャーソイルは一番下に敷いていきます。粒の大きさは小さいものを使いました。パウダータイプです。これは前傾層の粘りを良くするためです。サプリソイルをネイチャーソイルパウダーを下の層に敷いて、サプリソイルを上の層に敷いていきます。はい、これでレイアウト完了です。私あまりレイアウトしてる様子を動画で映してないんですが、 Vlog じゃないんですいません。特に喋ることがないシーンって編集してて辛いんですよね。雑談でもすればいいんですかね。聞きたいですか、雑談。
雑談し始めるとライブ配信みたいになっちゃうんですよね。できたレイアウトは少し荒っぽいですね。あまり細かいところはありません。最もフィジカルなレイアウトができたんじゃないでしょうか。使った流木はスタンプットっていう流木ですね。2個使ってます。ソニーケミファのスタンプウッド S サイズと M サイズです。左が S サイズで右が M サイズだったかな。1個3000円くらいです。ジョイフルホンダという園芸用品が売ってるお店で買いました。定期的にいいスタンプウッドが入るんですよ。一期一会で買っておくんですよね。使いたい時に使うために衣装ケースに入れて保管してます。この流木2個で間に隙間を作って、そこを水草の通り道にしようと思ってます。右と左の奥に少しだけ山があります。ここがこの草原レイアウトのポイントです。ちょこっとだけソイルを持って丘の上を演出してます。ソイルの厚みは手前が4センチ、奥が8センチですね。手前はネイチャーソイルの層が3センチ、サプリソイルの層が1センチ程度です。奥がネイチャーソイルの層が3センチ、サプリソイルの層が5センチになってしまいました。これをちょっと心配しています。草原レイアウトになるとしっかりと根が張るまで時間がかかります。ネイチャーソイルほど栄養が豊富じゃないこのサプリソイルの層が厚すぎると、水草の栄養が足りなくなるんじゃないかなと少し不安に思ってます。水は確かにきれいに維持できるんですが、あまり分厚すぎると根が最終的に届かずに栄養が切れて枯れてしまうことになるんじゃないかなと考えてます。ただこれは育ててみれば結果がわかるんで、とりあえずこのままやってみましょう。ソイルで高さを作るときに皆さん経験あると思うんですが、数ヶ月経つと山が消えて平らになっちゃうんですよね。それってソイルの低床掃除とか水の流れで自然に山が崩れてきちゃうことがあります。というかほとんど崩れていくんじゃないかなと思います。山と一緒で水草が根を張ってくれれば土砂崩れを防げるんですが、草原が出来上がるまでが勝負ですよね。それに低床掃除も激しくやると、どんなに草が生えていてもソイルはどんどん下へ下へと流れていくので、あまり掃除しないのが理想ですよね。そんな意味でも放置型水槽はレイアウトの管理に向いてると思います。私もソイルで山を作っても流れちゃうという失敗を何度もしてきました。本当に何度もしてます。私は失敗を糧に生きてます。今回は工夫しました。より丁寧に山を作って、ちょっとやそっとじゃ動かないようにしていきます。使ったアイテムはこれです。平らな石です。水切り石みたいな石です。名前をコンペイ石って言います。これ商品名なんですけど、純のコケテラリウム用の石として販売されてます。平らな石です。これをソイルに縦に刺してます。ソイルが流れやすい位置に差し込んでます。この石を使って区画を分けてます。 ADA でもリシアストーンというのが売っています。同じような石なんですが値段が高いんですよね。倍くらいするんで、ソイルに刺すにはもったいないんですよね。 ADA の製品を使うなら見えるところで飾りたいじゃないですか。なので私は純のコンペイ石を使います。一袋に結構入ってて数百円なんで、あまり惜しくないですね。川とか行って平らな石、水切り石に使えるような石を拾ってきてもいいんですが、結構分厚いじゃないですか。お風呂のタイルとかでもいいと思います。でも結構分厚いんですよね。コンペイ石って本当に薄いんです。旧石器時代で包丁代わりに使われていたと言われても納得できるくらい薄いんですよ。薄いと何がいいって、水草がちゃんと植えられるんですよね。分厚いとピンセットがそこに当たってガツガツ入んなかったりとか、あとは石の部分だけ水草が生えずにそこだけ剥げてしまいます。水草がね、植わらないので何とも安定しないんですよね。もちろんプラ板を使ってもいいと思います。ただ軽いし浮くし安定性悪いんで、私は石を使います。プラ板も接着剤で固定できればいいんですけどね。
昔にプラ版でレイアウトしていたことあったんですけど、今回は自然のものを使っていこうということでコンペイシにしました。これで小さな丘の完成です。今回レイアウトするのに最もフィジカルで最もプリミティブで、そして最もフェティッシュなやり方で行かせていただきました。非常にシンプルで荒っぽいレイアウトができました。それが最もフィジカルであると言えるでしょう。そしてプリミティブですが、旧石器時代で包丁代わりに使われていたコンペイ石を使って山崩れを防ぎました。非常に原始的なプリミティブなレイアウトができたかなと思います。そしてフェティッシュさ、そこは次回出していこうと思います。水草の植栽です。ここに私のやりたかった、そして憧れた水草レイアウトを描いていきたいと思います。今回は放置管理できるベースができたと思います。ぜひ参考にしていただいて、次回以降このレイアウトが成功していきますので、ぜひまた見てください。それではまた次回です。